それではオペロン説の発展的な講義をしていきます。ここにラクトウスオペロンに関する図を描きました。ここがリプレッサーをコードしている調節遺伝子。ここが RNA ポリメラーゼが結合する配列であるプロモーター。ここがリプレッサーが結合する配列であるオペレーター。そしてその後に構造遺伝子が続いています。 この構造遺伝子の一つ一つの遺伝子については高校では勉強しません。ラクトースを分解する酵素をコードしている遺伝子だったり、細胞にラクトースを取り込む酵素をコードしている遺伝子だったりします。ラクトースが倍値にないときは、ラクトース分解酵素なんかもちろんいりませんから、調節遺伝子から転写翻訳を経て作られたリプレッサーがオペレーターに結合して、これらのラクトースの代謝に関わる遺伝子群の 転写を止めているわけですね。この子が RNA ポリメラーゼです。リプレッサーがオペレーターに結合しているときは、この RNA ポリメラーゼが、ね、正しくプロモーターに結合できないので、ね、これらの遺伝子の発現が抑制されています。媒地にラクトースがたくさんあるときは、ね、ラクトースが少し変化したアロラクトースっていう物質がこのリプレッサーに結合して、リプレッサーの立体構造を変えます。でこんな風に立体構造が変わっっちゃったリプレッサーは、 もうオペレータータに結合できなくなくっちゃいますすると RNA ポリメラーゼがプロモーターにしっかりと結合できるようになってこの RNA ポリメラーゼがラクトースを分解する酵素などの遺伝子を転写し始めるわけですラクトースがあるときにラクトースの代謝に関わる酵素群を発現できるねスマートな仕組みなわけですね細かい話ですがここがオペロンの素晴らしいところですこの ラクトース分解に関わる、ね、ラクトースの代謝に関わる遺伝子群がまとまって調節を受けているので、調節の効率がとってもいいですね、まとまって調節を受けているので、調節の効率がとってもいい、さらにもちろん、ラクトースがあるときにだけ、ね、ラクトース分解に関わる遺伝子が発現していくってことは、もちろんね、ラクトースがないのに、ラクトース分解に関わる、ね、あの酵素なんか、細胞の中の材料を使って作るなんてね、無だだからね、そんな無駄なことをしなくて済む。 だってね、そうじゃないですかね、例えば、消しゴム入れとね、鉛筆入れとね、シャーペン入れを別々に持ってね、でよし、何かこう、勉強するぞと思ったときに、消しゴム入れを開けて、次に鉛筆入れを開けて、シャーペン入れを開けて、なんてことするよりも、3つともね、あの同じ筆箱に入れて、筆箱を一気に開ければ、ね、素早く済むじゃないですか。だからそれと同じね、別々の遺伝子を別々な仕組みで調節するよりも、ね、いずれ、ね、ど,っちにもどっちの遺伝子も、 ラクトース分解に関わる酵素、ね、必要な時は一緒なんだったら、一緒に、ね、一緒のタイミングで調節できるようになってる方が効率的だよねそれにもちろん、ラクトースが、ね、あのないのに、ラクトースの代謝に関わる酵素なんかを作ってるなんか、それ非常に無駄だよね、エネルギーの無駄、ね材料の無駄ですよね、だって、何、キャンプをするつもり、ね、キャンプをするつもりなんかないのに、キャンプ道具を一から揃えてってるようなもんだからね、それ無駄だよね。 あとこれもたまに質問を受けるので説明しておきますけど、これ、ね、ラクトースがあるっていう条件、ね、ラクトースがあると、ね、アロラクトースがリプレーサーとくっついて、ねえーと、オペレーターに結合できなくなっちゃって、RNA ポリメラーズが転写を始める、このラクトースがあるっていう条件に加えて、グルコースがないっていう条件がないと、この構造遺伝子、発現しません。グルコースがない場合に、大腸菌っていうのは、サイクリック AMP っていう物質をたくさん作ります。 そのサイクリック AMP っていう物質が、キャップっていうタンパク質とくっついて転写を促進させることが分かってます。だから、ラクトースがある、ね、ラクトースがあって、リプレッサーが邪魔しない、ね、そしてグルコースがない、グルコースがなくて、ちゃんとサイクリック AMP と結合したキャップが転写を促進させる、ね、この2つの条件が揃わないと、ここの、ね、構造遺伝子の転写が起こってこないことが知られていますちょっと発展です。 それはグルコースがない、そしてラクトースがある場合のみ、ラクトースの代謝に関わる遺伝子が発現するのは当然ちゃ当然ですよね。グルコースがもしあればね、グルコースがもしあれば、それはグルコースを栄養源として使えばいいだけですからね。グルコースがなくて、グルコースないよ、そしてラクトースがある、わ、ラクトースだったらあんのかよ、ラクトースだったらあんのか、じゃあしょうがね、ラクトース分解に関わる酵素をしょうがね作るかっていうイメージね。あ ソフトクリームないのかよ、ソフトクリームないのか、あれでもカップに入ったアイスだったらあるのか、ねカップに入ったアイスだったらあるのか、じゃあしょうがねスプーンを作るかって感じね。じゃあちょっと発展的な問題見ていきます。ラクトースオペロンに関して、ね、構造遺伝子がラクトースによる制御を受けず、常に発現している突然変異体がある。ね、ラクトースがね、あろうがなかろうが、ね、強く構造遺伝子が発現してしまってる。 本当だったら、ラクトースがあるときのみ強く発現して、ラクトースがなかったら発現が抑制されるはずだもんね。そんなね、あのラクトースによる制御を受けずに、ね、常に構造遺伝子が発現してる突然変異体があるっていうんですね。さて、正常なリプレッサー遺伝子、ね、正常な調節遺伝子をプラスミドによって突然変異体に導入した。ね、そうしたら、ラクトース非存在化、ね、ラクトースがないときに構造遺伝子の発現が ちゃんと抑制された。ね。ラクトースがないときにちゃんと発現が抑制された。つまり変異がレスキューされたんだね。この突然変異体についての記述として最も適当なものを選びなさい。1番、オペレーターに変異があって、リプレッサーが結合できなくなってる。2番、調節遺伝子に変異があって、正常なリプレッサーが生じていない。じゃあ、くどいようだけど、もう1回復習ね。もし、ラクトースがない場合は、調節遺伝子からリプレッサーが発現して、そのリプレッサーがオペレーターに結合して、 これらの遺伝子の発現が抑制される。もし、ラクトースがある場合は、ね、ラクトースがある場合は、リプレッサーがオペレーターから外れて、ね、これらの遺伝子がガン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 発現する。そうなってるのね。で、今回の突然変異体っていうのは、ラクトースがあろうがなかろうが、ずーっとこの遺伝子が発現しっぱなしになってるっていうのね。今回の問題のような変異は、大きく2つの可能性があります。まず1つは、オペレーターに変異がある。オペレーターの配列に変異がある。 だから、正常なリプレッサーがオペレーターに結合できず、遺伝子が発現しっぱなしになってしまう。もう一つの可能性は、調節遺伝子が壊れていて、正常なリプレッサーが生じない。ね、正常なリプレッサーが生じていないから、やっぱり、オペレーターに正常なリプレッサーが結合できず、遺伝子が発現しっぱなしになってしまう。このような大きく二つの可能性があるわけです。 それぞれの変異、ちょっと見てみよう。1番、オペレーターに変異があって、リプレッサーがそこに結合できなくなってる。ね、こんな変異が起きた場合も、ずっと、ラクトスの分解に関わる酵素はずっと発現しっぱなしになってしまいます。なんでかっていうと、調節遺伝子からリプレッサーが発現してくる。転、ね、写翻訳によってリプレッサーが作られる。で、そのリプレッサー、ね、オペレーターに結合しようと思っても、オペレーターが壊れていて結合できない。ね、駐車場がボコボコに壊れていて、 車が止めらんないって感じねするとねもちろんオペレーターにリプレッサーが結合していないわけですから RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合してガン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 、ね、転写してしまいますどんな時も転写をし続けてしまいます2番調節遺伝子に変異があって正常なリプレッサーが生じていないねこんな時もねずーっとね遺伝子発現しっぱなしですこの調節遺伝子が壊れていてね ちょっとね、元気なさそうだよね。あの、変な、ね、ちょっと訳の分かんない、ね、何にもできないタンパク質しか生じない。ね、もちろん、オペレーターに結合なんかできなくなっちゃう。ね、そんな、全然何にもできないようなタンパク質が生じていても、ね、オペレーターにリプレッサーが結合していないわけだから、RNA ポリメラーズがちゃんとプロモーターに結合して、ね、転写を始めてしまう。ね、どんな時も転写をし続けてしまうわけですね。さて、そこで問題文は、 正常なリプレッサー遺伝子、正常な調節遺伝子をプラスミドに乗っけて、この突然変異体に導入したっていうんですね、つまり、我々が導入した新しい DNA が細胞の中に存在するようになるわけです。で、そこにはリプレッサーをコードしている調節遺伝子が載っていると。ちょっと先に丸2番見てみるけど、もし丸2番のように調節遺伝子が壊れてて、正常なリプレッサーが作れていない、そんな変異だったとしたら、そんな変異だったとしたら、 僕たちは新しく、ね、正常な調節遺伝子を導入したわけだから、そこから発現してくるリプレッサーが、ちゃんとオペレーターにくっついて、ねえっと、オペレーターにリプレッサーが、ね、くっついて、我々が導入した DNA の調節遺伝子から発現した、このリプレッサーがここのオペレーターに結合して、しっかりラクトースがない時の転写が抑制される、ね、ラクトースがないときに転写が抑制されるわけですね。 一方一番、オペレーターに変異があって、リプレッサーが結合できなくなってる。ね、つまり、もう駐車場が壊れちゃってる。ね、そんな時は、たとえ僕たちが、ね、正常な調節遺伝子を導入したとしても、ね正常な車がね、正常な車ができたとしても、そもそも駐車場が壊れてるわけだから、意味がないわけだよね。オペレーターが、ね、駐車場が壊れてるわけだから、リプレッサーがそこに結合できない。ね、すると、常に。 RNA ポリメラーゼがガンガンプロモーターに結合して、ずっと転写をし続ける、そういうことになるわけです。つまり、変異がレスキューされないわけだよね。たとえ正常な調節遺伝子を我々が導入したとしても、この変異は治らない、ずっと遺伝子が発現してしまうっていう変異は治らないわけですよね。従って今回、正常な調節遺伝子を導入したら、ね、変異がレスキューされた、ね、ちゃんとトー数による制御を受けるようになったっていうんだから、2番が正解になるわけです。 ではごごありがとうございました。少し難しい話だったけどこれを機会にオプロン説の復習を資料集などを使ってしてみてください。